ございます、フットアーティストジュンでございます、声が枯れてます。声が枯れてます。フットアート TV 絶好調です今日も。はい、楽しい2日間が終わりました。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。ハングレスさんで開催させていただきました、カレンダーリリースパーティーの、最高な2日間、11月11日っていうサッカーの日も挟みまして、たくさんの人が来てくれました。本当にありがとうございます。で、これから、はい、これから、何日、11月12日から18日で、ルースショップでカレンダーの展示をさせていただきます。展示と販売ですね。でこれから今準備で向かっているところでございます。はい、そして昨日、2日間の昨日ですね、まやちゃんがお店で、手伝ってくれまして、いろいろとすごいね。本当にハンバーガー屋さんになってたからね。本当に本当にね、あのね、働きっぷりが半端じゃなかったです。もうね、人間力半端ない、もう適応してましたから。もうね、昨日来てくれた人ビビったんじゃないでしょうか。この人昨日あれだけですよ、1日だけであれですからね。本当にもう超気の利くね。本当にありがたいです。レジテンパってた。いやいやいや、すごいよ本当に。そしてしんちゃんもこれドローン上げてること言っていいですか。あ、もちろんもちろん。ドローン上げてますよ。またあの空き家の本当に綺麗な海をドローンで皆さんにご覧いただきたいので、それも楽しみにしててください。そんで昨日、一番最初に来てくれた林さん夫婦いるでしょ。うんうんうん、わかる、うん、あのバイクで来てくれた夫婦、うん、あれ世界2周してんのよ。世界2周、すごい。世界2周してて、うん、バイクバイクじゃなくて、バックパッカーとして、新婚旅行で1周して、その後また1周してるっていう、超そんな夫婦と出会えないじゃん。やっぱさ、旅すると夫婦でさ、すごいいろんな話とかするみたいで、うん、ね、あの夫婦のね、なんか温かさはね、超いいのよ本当に。でそれで昨日まさかの林さんが誕生日だったので、知らなかった。なんかその後奥さん夫人のインスタのストーリーで上げてて、うん、で誕生日ってことを知って、で誕生日だった人に誕生日おめでとうって言えないこのもどかしさ。で今からプレゼントを作ります。林さん今から作ります、この手作り持って、で今からルースショップに行くっていう流れを作ります。あ、今日いるの。そう、いるから、あの渡そうと思って、うんうん、いやこれ結構喜ばれるでしょ。昨日ありがとうございました。何作るの。ストラップ、あ、そう、それを、そうストラップ、お守りアクセサリーって言うんだけど、それが今回、そういいふりするね、ルースショップの最終日に作れるやつです。あのお作りするやつですから、それを今から作りますので、ぜひ。いいふりするね、さすがだね、まやちゃん。さすが、これ打ち合わせなしですよ。すごいね、まやちゃん。普通だわ。昨日ありがとうございました。本当、お疲れ様でした。声ガラガラじゃん、じゅんくん。そう、風邪をひきまして。元気。風邪をひいて、2年ぶりぐらいに風邪ひいて、うん、で病院ちゃんと今回行って薬もらって、週末までに治さなきゃと思って、うん、ちゃんと薬飲んだんだけど、うん、あの水曜日のフットアートナイトで声を出し、あ、これね、まっすぐや、まっすぐフットアートナイトでちょっと声を出しすぎて声が死に、うん、でこの土日でいろんな人々と喋りすぎて声が枯れ、声がこんな状態になっております。本当にあの2日間本当にたくさんの人が来てくれました、うん、であれね、数年ぶりの再会とかあったからね、あん中で。あ、そうなの、うん、そう、カレンダーだけ買いに来てくれて、頑張ってねって言って去ってった人とか、なんかすごい、ね、気がいいというか、いい人たちがいっぱい来て、いい場所だったね。ね、本当そうですね。なんかさ、あのイベントでさ、やってることを知らないでフラッとハンバーガー食べに行った人たちも結構サッと好きな人多くてびっくりしたよ、ね、それ超嬉しい。それでカレンダーゲットしてくるからね。そうそうそう、出てたよね。いや、まあ、まじそれはめちゃくちゃ嬉しいですよ。すごいなと。でちょっとやっぱあの人がね、あの反応してくれる感とかがのこう
見てると背中でこうちょっと笑ってるとか。だってまや、うん、ちゃんのお母さんも来てくれて、まや、うん、ちゃんのお母さんにも伝わりますかって言ったらめちゃめちゃいい顔して伝わりましたって言ってたからね。めちゃお母さんも伝わるんだみたいな。でさすがお母さんサッカー好きだからね。しかもあれも聞いてよ、Jリーグ開幕のチケット話。私じゃんけんで負けたんです。マリノス対ヴェルディの大さんマリノス対ヴェルディ の、 あのマイヤーが手に入れた開幕戦で、私あの家族4人家族なんだけど、その2人しか行けなくて、うん、チケット2枚しかなくて、それでまあ親どっちか、まやちゃんのお父さんもサッカー大好きですから、そうそう、それで家族全員サッカー好きにさせられて、 それでお父さんが行くの決まってる、じゃああと一人子供たちどっちかじゃんけんってなった時に、普段私じゃんけん強いのにそういう時に限って負けて大号泣して、その話をじゅんくんにしてた、してた。すごいすごいね。でも本当は夫婦で行こうと思ったんだよ最初。そうなんだ。そうだけど子供たちが行きたいって言うから、うんうん、お母さんは譲ったって言うんですよ。あ、そうなんだ、さすがお母さん。さすがですよお母さん、めちゃくちゃいい話を昨日聞かせてもらって本当にありがたい。それ確か石川奈緒さん行ったって言ったんですね。そう、それがその奈緒さんはあのマイヤーのゴールのこの軌道の裏にいたんだって。でそのゴールを見て俺はプロになりたいって言ったのがスタートだった、マジだから。なおさんもどっかで言ってるよ。でしかもなおさんの、J リーグは多分初出場のグラウンドが国立、うん、あれ国立だったもんね。そう、超ドラマチックじゃん。ドラマチック。そうなんですね、すごい緑シュートだったもんね。そう、マイヤーね、マイヤー、マイヤー最初誰だよって思ったけどね、オランダ人のね。すげえな。しんちゃんお腹はどう？俺、お腹大丈夫よ。また痛くなりそうな案件入ってるけど。2日間、しんちゃんお腹を調子を崩してまして、胃腸炎ですね。そう、あれだったよね、みんなハンバーグ食ってるからハンバーガーね、ハンバーガーね。確かに。これは何？ヨーグルトのおじやだけだよ。おじやね、スープジャーで持参して持ってってたから。やばいね。飲んでたのがお湯だからね。地獄だったわ。いや確かに周りがあんなうまい肉肉ハンバーガー食って、うん、食えないのはつらいね。辛かったよ。で左に出てきます。ルースショップが左に、これだ。でショップから今日から18日まで、セブンデイズ期間限定でカレンダー展示させてもらってます。最終日には僕も1日在廊して、手作りの温かさを伝えたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。